とにかく、ああいうことはもうやめてくれ。なんで？面白かったでしょ？リゴシップもされまくってたし、フォロワーも喜んでたよ。必要以上に学士を刺激するなってこった。でも効果あったでしょ？ゴシッパーにイケピーの写真あげてたから峰沢君と揉めてる。自分がやられた時のことも考えようってば。なる子、そりゃそうだけどさ。分かったよ、もうしない。ごめんなさい。さあ、この話はもうおしまい。先のこと考えましょう。考えるも何も、待ち伏せが失敗しちまった以上、イケピーの言ってた工事現場に行くしかねえだろう。出発しちゃって。ここって現実ではショッピングモールとかオフィスがあったビルでしょ？ずいぶん前に完成してたよね。どうしてここではまだ工事中なんだろう。誰かがそう願ったとか。願った？この世界って誰かの願望がいろいろな形で反映されてるじゃないですか。だからこれも誰かの願望なのかなって。願望ね。ビルを完成前に戻したがるやつなんているか。
建設会社とか。こんな大きな建物に影響を与えるなんて、よっぽど強い思いとか執着とかがないと無理だってば。どうかした？顔色が良くないけど。いや、大丈夫だ。この歌、ミュウの歌ですよ。これって録音とかじゃないよ。今歌ってるんだ。イケピーの予想通りでしたね。急いで向かおう。これ以上ミュウを放っといたら大変なことになっちゃうよ。愚かな。自ら撃たれに来るとはな。敵か？ここは影の領。貴様らの墓標になると知れ。どうした？何がどうなってんだ。影縫いだ。俺に影を縛り付けられた者は指一本動かせなくなる。大丈夫か？私たちは平気。ほう、なかなかいい反応だ。この野郎、みんなを元に戻せ！影縫いは俺を倒さねば解けん。助けたくば。この俺を倒してみろ。待てよ、その格好見たことあるぞ。お前それちょっと前に流行ったアニメのコスプレだろ。そっか、シャドウナイフってどっかで聞いたことあると思ったんだよ。アニメの主人公の名前じゃねえか。まがいものかどうか、その体に教えてやろう。相手になってやるぜ。全力で行く。
全力で行く。これで最後。アリア、どうだった？うん、いい感じだったよ、みんな。ほら、見たか俺様のパワー。動けるようになったな。みんな無事みたいだな。おかげさまで。おって、小太郎先輩、あれ、あれ。消えた。おい、どこにやがる。今のはただの影武者、ほんの座興だ。この野郎、こそこそしてねえで出てこい。弱い犬ほどよく吠える。俺に話があるなら上がってこい。ふざけた野郎だな。すぐに行ってやっから待ってろ。今のは一体。アニメと同じ技ですかね。あんなことまでできるなんて反則じゃないですか。一体何のことなんだ。ちょっと前にテレビでやってただろ。見たことねえ。夜中にやってたヒーローものだって。興味がない。くぅ、お前とは話が合わねえ。とにかくそのアニメの主人公まんまなんだよ。格好も口調も影を操る力も。まさか本物なんてことは。いやいや、ミュウにその主人公と同じ力を望んだんだってば。ああ、そういうことか。けどよ、アニメと同じだとしたらやべえな。あいつ相当強えぞ。
ただのコスプレだなんて侮れませんね。心配すんな。あんな偽物なんざ俺がぶっ飛ばしてやんよ。調子はどう？絶好調に決まってるじゃないですか。まだまだ行くよ。次もこの調子で行こうね。後ろからビリビリだけはやめてくれよ。それが嫌なら近寄らないでください。全
全力で行く。手加減はしない。全力で行く。あやな、大丈夫？心配してくれるなんて。もしかして部長って私のこと。思う存分やっていいよ。あ、ごめん、見とれてて聞いてなかった。これでラスト！これで最後！手加減はしない。全力で行く。やったね、ミフエちゃん。向かうところ敵なしってやつですね。
これは気が抜けないですよ。手加減はしない。全力で行く。ごめんなさい。手加減はしない。手加減はしない。全力で行く。手加減はしない。手加減はしない。手加減はしない。
手加減はしない。手加減はしない。手加減はしない。ここで立ち止まるわけにはいかない。手加減はしない。
から、なんか聞こえなかった。ひょっとするとミュウかもしれないから、調べてみちゃってよ。よろしくお願い。スズナちゃん、ヤバそうなのは男に任せようね。全力で行く。心配してくれるなんて、もしかして部長って私のこと。蹴散らしてやる。手加減はしない。向かうところ敵なしってやつですね。